こんにちは、居合一人稽古です。今回は前回の刀剣武道にまつわる四字熟語の続編として、居合や武道に関連した四字熟語をさらに集めて、その意味や由来を順次簡単に紹介していきます。今回紹介する四字熟語は、理行一致です。ではまず一言ずつの漢字の説明から始めます。理は断り、行は技、一は一つ、知は至る。わかりやすい漢字ばかりかもしれなかったので、説明の必要もなかったかもしれませんが、理行一致とは北辰一刀流の千葉周作が用いた言葉で、理合は技の意味、理由を考えながら技の稽古をすることの大切さを説いています。理は理合で、行は技なり。剣術を学ぶには理に偏してはならず、技のみに偏っても良くない。理を根底にして技を磨いていくのが理想であり、断りと技とを一元的に修練するのが理行一致である。自理一致も全く同じ意味です。つまり理行一致と自理一致は基本的に同じ意味を持つ言葉となります。例えばスポーツビジネスや学問でもこの考え方を応用することができます。つまり理論だけに偏らず実践も大切にし、理論と実践を一元的に修練することが大切であるという考え方です。以上が四字熟語の解説となります。ご視聴いただき誠にありがとうございました。今回は続四字熟語編として、刀剣武道にまつわる四字熟語の意味を紹介していきます。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。またコメントも気軽に書いていただけると動画制作の励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。